はいどうもこんばんは。今日はねこれピクセル5ね購入したので早速ね LINE を移行していこうと思います。今ねこちらのピクセル 3A の方に僕のね LINE が入ってるんですけど、今日はこっち側の LINE をこっち側のピクセル5の方に丸ごとね移行したいと思います。で基本的にこれ Android 同士の移行の場合には僕が知る限りほぼ全てのデータが引き継げます。トーク履歴とか友達とか LINE のコインとか、まあそういう全てのデータがこちらに引き継げる、全く同じ状態にこっちできるので、基本だけちゃんと押さえてればきっちりね簡単にもう一瞬で移行できてしまうので、今日はね実際にこの LINE の移行をやりながらやり方なんかを説明していきたいと思います。 LINE の移行するときにねちょっと押さえておきたいポイントがあるんですけど、それがね LINE のねこのホームメニューの中から右上のねこの歯車マークのところのアカウントってとこですね、これタップします。でこれタップすると上にね電話番号とメールアドレスとパスワードっていうね3つ表示されてると思うんですけど、これのね基本的には電話番号とパスワードさえちゃんとしていれば LINE の引き継ぎっていうのはできます。メールアドレスはね昔まあ絶対必須だったんですけど、最近はちょっとセキュリティの関係でメールアドレスとパスワードのログインはあんまり推奨されてないので、多分ね今メールアドレス設定されてなくても大丈夫なんじゃないかなとは思うんですけど、間違いないのは電話番号とパスワード、必ずこれね登録してある必要があるのでここだけ確認してください。まあ電話番号は基本ね登録してあると思うんだけど、パスワードに関しては登録完了って多分なってると思いますけど、パスワードなんて覚えてないですよね実際ね。なのでここでね必ずパスワードのとこタップして、ここでもうね新しいパスワード入れちゃってください。ここで入力できるので今覚えれるだけのパスワードを入れて、もしくは紙かなんかに書いといてここで設定しちゃってください。ここで設定してしまえばもうこっち側で移行するときにそのパスワードしか使わないので、それですぐに移行ができると思います。はい。で、パスワードに自信ある方はもちろんこれやんなくてもいいんですけど、基本的にはこの電話番号とパスワードの登録がちゃんと済んでるっていうことですね。あとは、この電話番号っていうのは、ちゃんと SMS、電話番号による SMS のメッセージの受信ですね。それができる電話番号じゃなきゃダメなので、基本的にそれも確認しておいてください。とりあえずね、その電話番号とパスワードね、それさえちゃんとしてれば移行できます。じゃあね、早速移行していきたいと思います。移行前にね、今あるトーク履歴を引き継ぎたいですよね。なので、トーク履歴の引き継ぎっていうのを行います。それがね、このメニューの下の方にあるトークってところですね。トークってところで、この一番上にね、トーク履歴のバックアップ復元っていうメニューがあるので、これタップします。ここで Google ドライブにバックアップするっていうね、メニューがあるので、これ Google ドライブにバックアップします。はい。すると LINE によるリクエストで出てくるので許可します。はい。トーク履歴バックアップ終わりましたね。引き継ぎ準備はこれで終わりですね。あとはメニューの上の方にあるアカウントの引き継ぎってところをタップして、アカウントを引き継ぐっていうね、このチェックマークをつけます。これをオンにすると36時間以内に LINE のアカウント引き継ぎしてくれっていうね、カウントダウン始まるので、これで引き継ぎの準備ができました。古い方の端末でするのはこれで終わりです。じゃあね、次新しい端末の方に LINE をインストールしていきたいと思います。はい、じゃあね、新しい端末の LINE をインストールして、開くと、まずね、このようこそ画面っていうのが出てきます。ここでね、新規登録じゃなくてログインの方を選びます。はい、するとね、LINE にログインしますって出てくるので、電話番号でログインをタップします。電話へのアクセスを LINE に許可します。はい。でね、この端末の電話番号を入力ってね、先ほどのこの LINE のアカウントに登録してある電話番号を入れます。で僕はね、この電話番号別に持ってるので、こちらの番号で登録してるので、その番号を入れます。で、上記の番号に SMS で認証番号を送りますって出てくるので、OK を押します。はい。するとね、こちらの方に今、SMS のメッセージを送られてきます。はい。その中に認証番号が書いてあるので、それを入力します。で、まあね、スマートフォンと電話番号が一致している人は、直接ここに届くと思うんですけど、
僕の場合はこっち側にね、電話番号だけこっち側の番号をここに登録しているので、こっち側に来たってことですね。はい、とりあえず認証番号入れます。はい、したらね、お帰りなさいって出てきますね。登録されたアカウントが見つかりました。あなたのアカウントですかってところで、間違ってもいいえ違いますって押さないようにね、はい、私のアカウントです、押します。はい、ここでね、パスワード入力求められます。これが先ほどこっち側のね、旧端末の方で入力したパスワードです。はい、これ入れます。で、パスワード入れると、トーク履歴はバックアップ済みですかって出てくるので、先ほどね、Google ドライブの方のトーク履歴バックアップしたので、復元しますをタップします。はい、復元しますから続行します。トーク履歴をバックアップする Google アカウントを選択。なので、先ほどバックアップしたアカウントと同じアカウントを選択して、OK をします。はい。で、トーク履歴を復元ボタンを押します。すると、もう復元始まるので、はい。復元が完了しましたって出ましたね。はい。で、友達の追加設定が出てくるので、こういう友達の自動追加とか、友達の追加を許可とかね、この辺は自分でチェックつけるつけないあると思うので、これは自分で設定してください。まあ、基本的にこの友達の追加設定に関しては、自動的にね、友達とかの追加されたくない人は、チェックを外す方向でやった方がいいと思います。僕はもう全然気にしないので、全部チェックつけてます。はい、次行きます。はい、データを同期しています。お待ちくださいって出ました。はい。で、友達を連絡先に追加するようにしときます。はい。これで、LINE の移行が終わりました。はい。というわけでいかがだったでしょうか。一瞬ですよね。なんならね、こっちからまたこっち側に戻すってこともできるし、こっちから新しくね、別な Android スマートフォンを買ってくるなり借りてくるなりしたものに、さっと LINE インストールして、こっからそっからこっちにね、さって移すこともできちゃいます。LINE の移行って結構ね、皆さん難しそうにね、思ってると思うんですけど、非常に簡単できます。最近ね、SIM フリーのスマートフォンがどんどん増えてきてるので、機種変更は自分で行うって人が増えてきてると思うので、そういう方はね、ぜひね、ビビらずにね、やってみるといいんじゃないかなと思います。はい、ということで、今日はね、LINE を、この旧端末から新端末に移行するっていうのをやっていました。この動画がいいなと思ったら、ぜひね、グッドボタンをお願いします。あとね、チャンネル登録もよろしくお願いします。それではまたお願いします。